ドラゴンボールスパーキングゼロ TGS2024 特別番組最強を決めるチーム対抗戦。さあ、番組をご覧の皆様こんにちは。この番組は10月10日に発売日が迫ったドラゴンボールスパーキングゼロのバトルの魅力をお届けするTGS2024 直前のスペシャル特番です。ドラゴンボールが大好きなゲストの皆さんが熱い対戦を繰り広げます。そして本日 MC を務めます私フリーダと申します。よろしくお願いいたします。そして実況はこちらの方。はい、アクアです。よろしくお願いします。さらに本日このドラゴンボールスパーキングゼロで対戦に参加する皆さんからもご挨拶いただきたいと思います。まずはこちらの方。シェガです。よろしくお願いします。はい、はい、大貫です。よろしくお願いします。はい、コロナーム所属姫森ナン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 、よろしくお願いいたします。はい、カズノコです。よろしくお願いします。リドラアリケンです。よろしくお願いします。はい、コンペコホロライブ所属宇佐田ペコアラペコ、よろしくお願いします。はい、ということで以上の皆さんには2チームに分かれてのチーム対抗戦に挑んでいただきます。そして対抗戦を行うにあたりチームごとに練習をしていただくというかなり本気の真剣勝負となっておりますので、今回の企画よろしくお願いいたします。そして今回の企画もう一方、ドラゴンボールスパーキングゼロのプロデューサー古谷さんもいらっしゃっております。ドラゴンボールスパーキングゼロのプロデューサーを務めます古谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。古谷さん、ゲームの発売も迫ってきており、そして今回 TGS での出展も控えているということですけれども、今の心境いかがでしょうか。そうですね、情報を公開させていただいてから、まだ発売を迎えてないにもかかわらずですね、たくさんの反響をいただいておりまして、本当に嬉しい限りでございます。で、そんな本作が間もなく皆さんにお届けできると思って、本当に嬉しく思っております。で、9月26日より開催されます東京ゲームショー2024ではですね、本作の試写台も出展しておりますので、ぜひお越しいただけたらと思っておりますが、本日出演者の皆様にはですね、今回の番組を通じて本作の魅力をお届けいただけたら嬉しいなと思っております。なるほど。いや、皆さんがこのゲームを楽しむためにこんな感じで楽しむんだよってお手本を見せていただきたいなと思っておりますので、責任重大ですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ちなみに今回この今作ですけど、制作って今どれぐらい開発期間があったんですか。そうですね、だいたいプロジェクトが発足しているのは5年ぐらいの時間が経っているというところですかね。はい、かということで、後ほど紹介しますけど、たくさんのキャラクター出てきますからね、今回ね。はい、たくさん入れさせていただいてますので。はい、どれぐらいいるんですか。そうですね、実は今回お触りいただけるのプレイしていただけるのがですね、181キャラクターから181選んでいただけるようになってますので、すごいな。多すぎでしょ。だから6人の方々には、今日181から選んでいただく、選べるだけかな。選ぶのがもう難しい。そうですね、選ぶだけでも1時間ぐらいかかっちゃう。はい、次もいろんなキャラクターを触っていただければと思います。なるほど。あんなキャラこんなキャラがいますので、ぜひ楽しんでいきましょう。はい、さあ、それではすでにご存知の方も多いと思いますが、まずは今回出演者の皆さんが対戦するドラゴンボールスパーキングゼロ、どのようなゲームなのか今一度お伝えさせていただきます。古谷さん、お願いします。まずはゲーム概要です。ドラゴンボールスパーキングゼロとは、カメハメハや武空術などを駆使しながら、戦う 3D 対戦アクションゲームとなっております。本作はドラゴンボール Z スパーキングメテオから約17年ぶりとなるシリーズ最新作となっておりまして、吹っ飛ばしからの追撃やタイミングを読んでのカウンターなどのスパーキングシリーズ伝統のバトルシステムはそのままに、新たなアクションが加わり進化を遂げています。シリーズファンの方はもちろん、ドラゴンボール好きの方であればどなたでも楽しんでいただける作品です。プレイステーション5、 Xbox シリーズ XS は10月10日、 Steam 版は10月11日に発売を予定しております。17年ぶりですからね。ね、待望ですよね。お待たせいたしました。はい、はい、ここからは本作の魅力を詳しくご紹介いたします。まずは究極のドラゴンボールバトルで味わう没入感というものになります。木を高めることで風が巻き起こって草木が揺れて、天候までもが変わってしまうと。でさらには必殺技で岩や建物も吹き飛ばすことができるというところで、戦いの中でリアルタイムに起こるこの大迫力の演出によって、挑戦者たちのパワーを体感できて、まさにドラゴンボールのキャラクターになりきったような体験ができるようになっています。本当に映像が綺麗で迫力もすごくて、ありがとうございます。力をアニメを見てるような
はい、感じで楽しみです。ありがとうございます。ですそんな本作なんですけれども、まあ、スパーキングシリーズ最大規模のプレイアブルキャラクターが登場します。はい、悟空やベジータをはじめさまざまな時代やエピソードのキャラクターが登場しますのでぜひご期待ください。うん、またさらに本作を楽しめる2つのモードにもご注目いただければと思っています。まずはエピソードバトルモードです。このモードは8キャラクターを主人公として作中の物語に沿ったシチュエーションのバトルを楽しめるモードです。一部のステージに限られますがバトルの結果や選択次第では見たことのない場面を見ることができるかもしれません。なんか悟空が魔漢交差法受けないっていう、はい、世界線が見られるんですよね。そういう展開も、プレイヤーの皆様次第では見ることができるかもしれないといったものになります。はい、続きまして、オリジナルのシチュエーションを楽しめるモードカスタムバトルのご紹介です。このモードではただ相手を倒すだけではなくてさまざまなシナリオ条件のバトルを楽しむことができます。さらにプレイヤーがオリジナルのシチュエーションを作ることも可能になっておりまして、その作ったシチュエーションはサーバーにアップして世界中のプレイヤーに共有することが可能です。他にもオンラインで友達と対戦もできますし、ランクマッチで歯を競うようなバトルもお楽しみいただけます。バトルや各モードを通じてぜひドラゴンボールの挑戦者となって戦う体験を楽しんでいただけたらと思っています。はい、古谷さんありがとうございます。ございます。そして今回のドラゴンボールスパーキングゼロ、対決企画のルールの方も説明させていただきたいと思います。さあ、まず A チームと B チーム3人ずつに分かれていただきまして、それぞれのチームで練習時間を挟んでからチーム同士での対決に入ります。対決はオンライン対戦モードを使用し DP 制、いわゆるコスト制を採用させていただいております。キャラクターごとにコストが設定されており、決められたコストの中でキャラクターを編成してチームを組んでいただきます。最大5戦を行いまして先に3勝したチームの勝利となります。続いて今回のチーム分けを発表させていただきます。まずは A チーム、釈迦さん、大貫さん、姫森ルーナさんの3名です。よろしくお願いします。お願いします。そして B チーム、カズノコさん、アリケンさん、宇佐田ペコラさんの3名です。よろしくお願いします。はい、ということでこちらのチーム同士の対決ということになるんですけども、まあ、まずはね、A チームによる練習の模様をお届けしていきたいと思います。まあ、この練習そして試合に向けて代表して釈迦さんに意気込みをいただきたいと思います。釈迦さん、はい、今回の企画いかがでしょうか。まあ、以前あの番組であの触らせていただいたタイトルではあるので、まあ、ちょっとそこの経験を生かして、まあ、練習みんなでできたらなと思ってます。なるほど、釈迦さんが、まあ、みんなに教えることもできるってことですね。そうですね、だからもうめちゃめちゃ喋りながらプレイできたらな。おー、なるほど、なるほど、なるほど、まあ、チームメイトにね、アドバイスなんかもしながら、たくさん教えて。これ心強いですね、じゃあ、はい、ね、リーダー相当心強いですよ、もうね、はい、経験者がいる、うん、前回しかも数の子に勝ってるらしいんで、リーダー。おなるほど、素晴らしい戦いでしたね。ですか、世界チャンピオンですからね。そう、記憶に残らない対戦だった。なるほど、じゃあ今日は記憶、ね、記録に残りたいね、はい、対戦にしたいですね、はい、そういう戦いになれば嬉しいですね、はい、ありがとうございます。さあ、ということで使いたいキャラクターの特徴など180以上いますからね、皆さんしっかりと見極めて選んでください。それではここからは釈迦さん、大貫さん、姫森ルーナさんによる A チームの練習の模様をご覧ください。さて、ここからは A チームの皆さんの練習時間となります。改めて釈迦さん、大貫さん、姫森さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、まあ、ドラゴンボールでなんかゆかりのあるキャラとか、このキャラクターぜひ動かしたいとかっていう推しのキャラいらっしゃいます？それ何でもいいんですか？まあ何でも。いや、まあ僕好きなキャラって言ったら、はい、普通にヤコンが好きなんですけど。ヤコン、なかなか いたかな、バニアックなところ来ますね。ちょっと今回いなかったかもしれない。でも普通に使用キャラ的に言えば、はい、まあ、ちょっと最強キャラ使いたいなと。勝ちに行きたい。あの辺かな、多分スーパー系ね。ヤコンなんで好きなんですか？いや、可愛くないですか？可愛いか。確かに。しかもこういう観点もあるかも。光吸えるんでやっぱ強いかな。ああ、確かに。なるほどね、ブラインド効果みたいな、与えられるんじゃないかっていう。大貫さんどうですか？僕ビーデルパン派なんですよ。ああ、はい、ここは入れていきたいかなと思って。可愛いっすもんね。2人シンプル可愛いっす。うん。そして姫森さんは、ルーナはベジータ様。ベジータ様したいと思います。はい、他はどうですか、ベジータ以外は。
スーパーサイヤ人2状態のご飯ちゃんとか、はい、フリーズ様も好きですね。おお、なるほど。じゃあちょっとサイヤ人で固める可能性が、その辺でコストと相談しながらって感じですね。いや、もしかしたら映画の方のキャラも出るかもしれません。おお、わかりました。まあ、まだね、はい、どのキャラクターがいるかというと、キャラクターセレクトでね、詳しく見ていけることと思いますので、うん、はい、それでは皆さんのお話を伺いましたので、対決で使用するキャラクターを実際にゲーム内から選んでいただきたいと思います、はい、まずは釈迦さんからキャラクターセレクトいきましょう、はい、さあ、それではまず釈迦さん、ゲーム内の方からですね、はい、キャラクター選択に入っていただければと思います。わかりました、はい、今回ルール上ですね、キャラクターにコストがそれぞれ割り振られていて、チーム内でトータル15のコストに収まるように選んでください、うん、はい、なので、まあ、最大5人選ぶこともできるんですけれども、まあ、コスト10のキャラクターを選べば残りのコストは5個ですから、うん、いや、前回ね、学んだんで、はいはいはい、ね、コスト低いキャラを入れるより、なるほど、がっつり強いやつを、そうなんすか、リーダー、コストの高いキャラを、前回僕はちょっとそうでしたけど、はい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 、俺この2体か強そう、7と8で15かなですよね。青年ご飯のスーパーサイヤ人2がコスト7、うんうん、そしてこちらスーパーサイヤ人の3の、ゴテンクス、こちらがコスト8と、はいはいはい、ちょうど15ですね、はい、確かに原作的にも最強感ありますね、かなり最強、相当強キャラですね、いいところ選んだんだろうなと、はい、まあ、ただ、は、はい、これここからもう変えるのはなしですか。まあ、実際に練習試合を経て本番でぶつけて変えていただいてもまあ構わない、はい、あー、OK です、はい、それは構わないです。一応今さっき姫森さんがご飯を使うかもって言ってたんで、はい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 、あ、もしそこはチーム内でじゃ、はい、かぶりそうだったらちょっと変えます、一回性能を見ていただいて、はい、その上で判断していただければ OK です。じゃあそれではまずは、実際にトレーニングモードで感覚をつかんでいただきましょう。こちらの2キャラをトレーニングしてください。釈迦さんお願いします。はい、はい、おぉ、うまっ、うまい、コンボはなんか完璧っすね、めちゃくちゃうまいんだけど、しっかり潰されてから復帰のアクションも決められてたんで、いや、頼もしいわ、リーダー、投げ抜けですね、今と、やっぱり青年ご飯、スーパーサイズ2はかなり強力ですか。はい、強いキャラクターになってます、コストもだいぶ高めの数字なので、また2000個、だからお二人、あのチームメイトの二人も釈迦さんにいろいろ聞いてってもらって大丈夫なんで、はい、そうですね、これ全然わかんないです、もうスパーキングとかしてますやん、めちゃくちゃ動いてますけど、めちゃくちゃうまいけどな、さあ、ごてんくさん、え、これどうやって交代したんですか。いや、この方向キーの槍を十字キー、押せば、はい、あ、招待できるんだ、ここ、あの、押したら、やべ、交代してすぐは交代できないんですよね。ああ、そうです、はい、ちょっと時間が経ったら交代できるっていう、一応ランプがつくような形になるので、うん、スマイコンが出てるときに交代できます、で、左の数字がスキルストックっていって、あれを使ってなんか特殊技を使ったり、あと変身したりとか、今バイスシャウトっていう技はコスト2個使うっていうことですね、うん、そうですね、はい、R2 ボタンと12キーで、高校キーで、長い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 、すごい、ラッシュラッシュ、落ちちゃった、倒しちゃった、そうです、スパーキング状態になると一部のキャラクターは四角ボタンでかなり長くラッシュ攻撃をすることができるようになっています。今の全部ラッシュ格闘ですもんね。そうですね、かなり高速で連打するので、相手も早くカウンターだったりリベンジカウンターを決めるとかしないと大ダメージを負ってしまうというものになります。かなりこういう吹っ飛ばす前にダメージを稼げるタイプなんですね、ゴテンクスタイプは。そうですね、スパーキング状態になると変わるっていう、そうなります。これ今あの上無理だ、上ちって青い丸がなんかついてるんですけど、上押すと上、あ、これか、あ、これ戻れるんだ。そうですね、今度は今スーパーサイズ2にすでになっていたので、これあの普通の黒髪の状態に戻ってしまったという形ですね。これこの状態になるとなどうなるんですか。多分コスト下がってます、いいことじゃないか、いいことあるんかな、これ。でこれやっちゃダメなやつ、ちょっとドラマチックさが増すかなっていうところが、あ、ピンチになったらあえてこうなるって。そうですね、ただこの状態からであればちょっとまた違う変身もできるので、なんかしてるご飯の場合は、なるほど、はい、そっかそっか、スーパーサイズじゃなくてアルティメットになったりもできるのか。おー、
と、今回グレートサイヤマンになります。グレートサイヤマンになるの？グレートサイヤマンになれるんですか？面白い。シャカさん、精神と時の部屋いました？俺ですか？いや、まあ結構めちゃくちゃうまいじゃないですか。シャカさん、めっちゃうまい。本操作はできそう。前回ね、あの歌詞に勝ったんで。いや、すごいなるほど。残り3分となります。3分いるかなって感じですけど、他のキャラ試します？他のキャラもじゃあちょっと試してみます。はいはい、なかなか早いっすね。変える可能性がご飯あるんで、うん、ご飯のところをなんか別の7コストでおすすめありますか、ね、そうですね、7コスト。ベジットなんかも7ですね。お、あ、ベジット7で使える。ベジットはかなり好き。あとはフリーザフルパワーとかパーフェクトセルなんかも強そう。あとブロリー、ブロリースーパーサイジン7。あ、ブロリーもいいっすね。メタルクーラー7。7結構選択肢多い。これですか？スーパージャネム。それね、スーパーベジットしちゃうと、コストオーバーですね。コストオーバー、はい、ノーマルベジットか。ノーマルベジットですね。あ、やろうぜ。まあ、でもこっからでもスーパーサイジンに変身はできるんだよね。確かに、はい。あ、途中でできるんですか？そうそうそう、はい、まだ変身慣れしてないんだよな俺。変身慣れ、変身はあのスキルストックを使うんで。これ、はいはいはい。それが1になればどうやったらたまるんですか？基本的には時間経過で回復していくのと、あと相手の気弾を打ってきたとき、それはあの R1 ボタン、ガードをタイミングを越すことで弾くことができるんですけれども、まあ、それをやっていくと早くたまるような形になってます。はい、こういうのができるんですかね。変身できる状態。あ、そうですね、今もうできるようになってます。上を押せば、はい、上を押せば。本当だ。しかもいきなりこっちいけるやん。で今2やったから、スキルストックが2やったんでいきなりブルーにもなれる。え、すげえ、マジ。決着をつけようぜ。強そうだ。これゴッドってことね。ブルーですね。そうっすね。これ本来ならコスト10なんで。コスト10、はい、相当強いですね。これめちゃくちゃいいじゃないですか、シャカさん、ね、シャカさんこれ良さそう。残り1分、意外とありだな。この変身をちゃんと使いこなせれば、まあ、かなり強そう。ここまでたどり着ければ、うん、だから実質今だってあのコストでいったら17になってる。そうですね、シャカさんの気持ち。なんだこれは。これは投げ同士がぶつかった時に発動するアクションですね。投げあるんですね、はい、ちょっと四角ボタンをうまくストップ位置で止めることが、離すことができればタイミングよく押す系ですね。そうですね。なるほど。おー、ベジットフォード。いや、かっこいい。いや、シャカさん、これいいんじゃないですか、うん。これめっちゃいい。めっちゃ良さそう。はい、もう満足しました。オッケー。ベジットにしようかな。ありっすね。はい。さあ、こちら制限時間もやってまいりましたので、シャカさんの練習タイム終了でございます。はい、まあ、前回すでに経験しているということもあり、うん、はい、ちょっとね、基本操作は完璧でしたね。最初の方からこんなにスムーズに練習をねされるとはちょっと我々も思ってなかったんですけども、うん、はい、ではシャカさん、とりあえずは、はい、まあ、候補としてはベジットと。じゃあベジットにくら替えしようかな。なるほど、はい、めっちゃいい、はい、はい、いいと思います。まあ実践でね、ぜひね、はい、ゴッドになっていただいて、はい、試合の方盛り上げていただければと思います。ありがとうございます。さあ、そして続いて大貫さん、はい、一応キャラクター決めていきましょう。はい、さあ続きましてチーム A 大貫さん、はい、まずはキャラクター選択お願いいたしま す。あれ、先ほどはパンとビーデル、パンビーデルで5っすよね、まあ、ここは積むと、うん、3と2ですからね、はい、まあ、2人いてもねコスト5ですから。声がいいっすよね。声が最強ね。いいです。おー、いくぞ。いや、もう最強っすね。親子もやる気が出てきた。あと残ってるコストが10ですか。まだ10もあるんでね。これね、さすがに、はい、めっちゃ強そうだなと予想してるキャラ選びます、ね、使ってみたいです。はいはいはい、ビルス様っす。あ、ビルス、ビルス、こちら、これコスト10ですからね、このキャラ。単独で10です。単独で10って最高っすよね。はい、一番強い数字にはなっています。すごいパーティー。これもなんか可愛さと強さは両取りみたいな。欲張りチームだな。ちょっとこれ行ってみていいですか。はい、じゃあこちら、パン、はい、ビーデル、そしてビルス。はい。構成で大貫さん、トレーニングモード始めてください。はい。いいなぁ。夢のチームみたいだな、本当に。なかなかないですよ、うん、多分なかなか会えないですよ、この3人。いや、会えない、ね、絶対ない、うん、ビーデルとかって何の技ね、どういう戦い方になるんですか。
リーデルは空飛べる。いやーこれ聞いた。リーデルは武術使えるキャラクターになってます。はいはいはい。でそうですね、 DP が低くてなかなか不利なキャラクターなんですね。キャラクターごとに今ちょっと実はあのスキル数が最初から1だったりとかっていう特徴を持っていたりするので、結構短期集中決戦に向いてるキャラクターかなと思います。あ、これ上かな。それは交代で上だと変身系。リーデルはね、変身とかないっぽい。そうですね、はい。この際も開始2秒で20ヒット決めてましたけど、ね、あれすごいですね。多分スパーキング状態で四角を連打するとリーデルラッシュ攻撃が できますね。そうですね。で、四角ボタン何回か押してる間に三角ボタン挟んでいただくと違ったコンボへの派生とかできるので、はい、四角四角三角みたいなことやったりとか、はいはい、あと三角ボタンを押す際に上を切り入れしておくと相手を蹴り上げて吹っ飛ばしたりだとか、はい、下三角を押すと足払いになったりだとか、ちょっとそういう風にバリエーションを変えて相手のガードを崩したりとかができるので、いろいろ組み合わせていただければと思います。あれどうやって入れ替えるんでしょう。左です。左、あ、そうですね。ただちょっと今、あ、最初はできないです、はい、リフレッシュされたところなので、四角連打からタイミングよく上三角を押してみたい。イーデルキック、これはシンプル、やっぱ2って感じですね。で、L1 ボタンでジャンプですね。ここで上昇していただくと、はい、高さを合わせることができます。これでビーデルキックとかでいけるんですか。あ、できますね。あの、一応空中でも発動できます。ちょっと吸い付くというか、ただちょっと、そうですね、相手が動いてる間なかなか当たりにくかったりするので。あ、なるほど、ちょっとこれむずいですね。はい、ダウンしてる敵にって当たるんですか、必殺技。当たりますね。なのでダウン回避みたいなところも、いや、これむずいな。ビーデルちょっとむずいぞ。着地する際に、方向機スティックを下に入れたりとか上に入れたりすると、ちょっといろいろなバリエーションでダウン回避をすることができたりします。ダウン回避ね、はい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 、隙を見せないように立ち回ることは非常に大事なところです。 R2 バスじゃないですか。 R2 バスでなんかバーって前にそのまま R2 を押しながらバーッと押すから、 BD ラッシュいけますよこれ。あ、これ相手もどうですか。 R2 とバツを同時押ししたら、あ、そうですね、ラッシュできるはずです。へぇ、はい、で、方向機入れた方向にあの高速移動し始めるようなアクションになります。ビーデルやっとかないとやばいですよ。ビーデルは、はい、あの瞬間移動できるんですか。攻撃を受けてるときに回避するアクションはあの基本的には誰でもできるんだけど、後ろに回り込む動作はバニシングアサルトですね。ここできるようになってます。あの四角ボタン、バツボタン同時押しで、まあ、気力を一定消費するんですけれども、はい、一気に中距離から仕掛ける技っていうのはできるようになってます。なるほど、もうちょいしたら交代できますよ。あ、できる。いけます。おそらく方向機の左押せば、はい、左押していただけると、はい、あ、いけます、ね、三角で、はい、僕がやるの。じゃ、これすごいでしょ絶対。お、なんか強いですからね、はい、通常のラッシュの威力もかなり大きくなっている。本当だ、7000、はい、体力もね、他のキャラよりも、はい、多くなってます。ストックが多いから多分時間かな、5万あんのかな。すごい。スパーキングチャージ、スパーキングモードになりたいときはあの左の数字、今0になっていたんですけども、あれが1以上ないとできませんので、はい、ちょっと貯めていただく必要があります。ビーデルは最初からちょっと有利に進められるキャラクターにはなっています。え、この左の1があるとどうなんですか。 あるとさっきのスパーキングモードに慣れたりですとか、はい、あの数字、今だと R2 をしている際にですよ、この左にコマンドが出ると思うんですけれども、そこに出てくる、はい、あの方向機をして組み合わせて発動することができるスキルに使うことができます。ビーデルはどちらも3消費するスキルなので、この左上のスキル速を3貯めていただくっていうのがまず必要になります。へー、残り3分を切りました。やばい。パン使ってない。パンちゃん今多分変えれるはず。左をして四角がパン。パンとビーデルは結構似てんのかな。また全然違うキャラなのかな。あ、大丈夫ですか。おなかなかビーデルが早いです。おーおーおー、あとはカメハメハ遠距離を打てますね。いい、はい、残り2分。サイヤ人の口が入ってるんでね。引いためた時の R2 丸が多分超必殺みたいな。あ、そうそう、そうですね。その状態で丸を打つとこれが一番強い技。おー、さっと巻いたな。いや、スポロビッチに決めてた感じのやつだね。
いや1万4000ダメージだから結構減ってる。これ1ゲージどんくらいなんですか。1ゲージが1万だし、残り1分。なんかだいたいキャラの体力は3万ぐらい、3万4万ぐらい。あ、これが超2なんですか。そうですね、これが決まるとかなりも試合は決定的なぐらいダメージが入ると思います。この上の、今溜めてるこの木がこの限界突破して今溜まり始めるのって条件なんですか。あ、一応ですね、これもスキルストックが必要でして、あの数字が1以上ある状態でスパーキングチャージができます。そこが1にならないとこれ以上のは溜まらない。あ、そうなんですね。そうそうそう、ビルスはなんか特にここが強いみたいなのあるんですか。そうですね、基本もうガンガンと接近で攻めていただくのが良いかなとは思います。はいはいはい、あのアルティメットブラストも結構範囲の広い必殺技にもなっているので、もしスパーキングできるのであれば早々にやっていただいて、その超破壊玉をぶつけていただけるとかなり広範囲に、広範囲の、はい、いくと思います。これ最高。やばい、やばい、これ地球が終わる、これ地球なくなるでしょ。あ、私もすごい、これ何、観客逃げて、あのもう、もう、もう遅そうだけどこれ。逃げてもなんか無理そう。おまけされた、地球消し飛ぶやつじゃないのこれ。多分なくなりますね。すごいな。お、はい、終了。はい、あ、ビルスありそうですね、さすがな、相当強そう、はい、相当強そう。さあ、ということでこちら大貫さんもトレーニング終えましたが、はい、どうですか、決めたキャラクターいけそうですか。いけ、パンやってないですね。まあまあでもビーゲルと結構ね、うん、娘さんなんでね、はい、出るのかな、出ると思いますよ、はい、大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。さあ、それでは大貫さんのトレーニングタイムは終了。最後に姫森さんのキャラクター決め、そしてトレーニングいきましょう。はい、さあ、それではチーム A 最後の姫森さん、はい、キャラクター選択まずはいきましょう。はい、先ほどはまあベジータはとりあえず外せないと、いうことでしたよね。なのでどのベジータにするかもね、難しいですね。ちょっとコストを考えまして、はいはい、ベジータのこの Z 後期で。なるほど、 Z 後期、これノーマル版だとコスト5ですね。はい、はい、5ですね、はい、まずは5で、まあ、変身情報で見れば分かる通り、まあ、こちらもスーパーサイヤ人化ができるベジータになっております。スーパーサイヤ人2までいきます、2までいきます、はい、はい、じゃあこちら選択、そして残りコスト10です。はい、はい、2人目が映画の方いきます。映画版、クーラーいきます。クーラーいきますね。そしてここもあえての通常クーラー。そうですね、なるほど、はい、クーラー、こちらも変身可能なキャラクターとなっております。そうなんですね、はい、これメタルクーラーまでいけるんですか。こちらクーラー最終形態に、ね、そうです、最終形態まで、ね、メタルクーラー別キャラクターになってます、はい、もう一人選びたかったんで、クーラーがね6コストなんで今残り4ですね、はい、4で、え、クーラー強いんだけど。そしてもう一人も映画できます。映画から勇者タピオンで行きます。行きましたね、タピオンで来るか、はい、こちらコスト4、ちょうど命をかけて戦う、この3人ですごいメンバーだったな。なるほど、これ劇場版多めなのは何かこう理由があるんですか。あ、映画のドラゴンボールがとっても好きなんです。なるほど、はい、これなんかドラゴンボール愛伝わりますね。そうね、かなりこだわりあるキャラ戦ですね。それでは姫森さん、まずはこの3人でトレーニングに移りましょう、はい、お願いします。バトル開始ボタンで、そうですね、近く長押しお願いします。はい、おお、ベジータ様だ、ベジータ様だ。はい、でもベジータのキャラ。さあ、ベジータですけれども、じゃあ、風太さん、このベジータ、スタンダードキャラクターって言っていいんでしょうか。そうですね、かなり標準的なキャラクターではあるんですけれども、はい、まあ、ベジータらしく、実は気弾をかなりたくさん連続して打てるような能力を持ってます。グミ、グミですね、グミ。グミ。サンドボタンを押していただくと気弾を打つんですけれども、確かにキャラクターによっては、早い、まあ一発で1回間ができたりとかするんですけれども、ベジータはあの相当気がなくなるまで打ち続けられる。明らかに感覚が早い。え、うまくないっすか。まあ、気力を消費してめっちゃうまい。おい、立てかなり戦闘民族だな。ベジータだな。で、今スーパーサイヤ人化できるんですね。あ、いけますか。そうですね、上を、はい、でどっちが2だ、ね、上が、三角が2ですかね。おー、いった、よし、やるぞ、いっちゃってください。お、動きがめっちゃ速かった。
あ、水中戦。これ水中になると何か変わるんですか。そうですね、実は気の溜まり方が若干変わるようになって、多くのキャラクターはなかなか気が溜まりにくくなったりするので、はいはい、ちょっと不利な戦いを強いられることが多いですね。うまくないですか。なるほど全然うまくないでしょ。もう敵見えてない状態でも的確にいきますね。なんかぜひ釈迦さんとかもアドバイスあれば。あ、いっぱいください。え、でもこれ下のあの青いゲージって時間経過以外で攻撃とかじゃたまらない。一応ですね、相手の気弾を弾くアクションができるんですけれども、はいはい、R1 ボタンタイミングガードを押すとバシバシと弾くことができるんですけど、それをやると溜まっていったりですとか、あと自分がダメージを受けてヒットポイントが減ってくると、まあ、自動で溜まるタイミングがあったりします。基本的には時間と先ほどの気弾弾きで溜まっていくのが一般的にはなります。ちょっと注意ですね。これも交代できるんじゃないですか。左を押せば、左を押して、おお、クーラー、お、来た、クーラー、クーラー来た、クーラー来た、おお、フリーザのお兄ちゃんです。お兄ちゃん、そうですね。何ができるんだ。クーラも映画版はマジで絶望しない。ダメ、超かっこいいんだけど。かっこいい、確かに。すごい、かっこいい。スーパーは迫力がある。え、なんか青い木減るの早くないですか。殲滅だ。なんだなんだなんだ、わからない。これはスパーキングモードに今入っています。スパーキングモード、はい、チャージして、うん、マックスにしてからさらに貯めると、で丸を、丸を押せば、え、丸なんだ。これはブラストですね。なんだ、はい。ゆめもりさん、残り3分。え、ちょっと待って、ちょっと待って。R2 でマックスまで、R2 でなのです、ね、マックスまで貯めて、ね、これでスパーキング状態。そのまま押しながら丸で、デスボー。おお、これだ。おお、かっこいい。17,000かなり強くなってます。めちゃめちゃすごい。これ最終形態いけるじゃないですか。変身もね。そうですね。今十字キーの上を押していただくと、十字キー、あ、あ、上。ちょっとまだ、そうですね。2必要ですかね。あ、スキルストック。左の数字が2になればできます。2必要。あれか。あ、また。はい。上を押して。あ、来た。マスクのやつだ。これもしかして変身のシーンも見れる。シャキンってなる。あ、すごい。すげえ。始めよう。おー、かっけー。これかっこいいのよ。これ本番でやりたい。いいね。姫森さん、残り2分。え、待って。タピオンがまだ、こちらのスタッフ厳しいんで。だいぶ厳しいでしょ。しゃべりキャラでできないからね。左、ね、押したら、まだダメ、ちょっと変身しないと。変身した直後なので少しできない時間があります。変身後マジで痛そう。減る減る。え、今みたいな打撃の最後の吹き飛ばしの後にそのままデスビームとかってつながるんですか。かなりつながることが多いと思います。ただタイミングよく R1 ボタンを押していただくとそれを回避することもできるので、吹き飛ばされた側は油断せず来たと思ったらすぐに備えて回避ボタンを押していただくっていうことですね。お前は何ができるんだ。連打はあんましない方が、連打は難しい。そうですね、発動しなくなりますのでタイミングをよく、ガードボタンをタイミングよくです。はい、そうなります。タピオン動き早いな。早い、戦ってる、ちゃんと戦ってる。タピオンの戦闘シーンなかなか見れないです。そうですね、剣を使った技で。え、残り1分。おお、キー出すんだ。おお、ブレイブ。あ、これはこれキー、これはブラスト。そうですね、今のブラストですね。でタピオンは少し特殊なもので、はいはい、気弾を打つときにですね、その場で三角ボタン長押しして気弾を打つとですね、剣を使った気弾攻撃と遠距離攻撃をするようになっています。これが実はちょっとガード不能だったりもするので、え、ガード不能、はい、実は相手は溜めてきたなって思ったら油断せず回避を意識していただければなというところですね。じゃあ、あとはアルティメットブラスト見せていただければ。で気力を貯めて、R2 で気力を貯めて、もうマックスまで貯めて、さらに貯めて、これこれこれで丸だ。ブレイブソードアタック、命をかけて戦う。これが人々を守るんだ。おお、これでとどめだ。シャキン、剣終了。容赦ないな。はい、ということで姫森さん、手応えいかがですか。
めっちゃ面白かったです。おお、じゃあもうキャラクターこの3人で決まりで。はい、3人でいきます。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。さあそれでは A チーム、こちらキャラクターも決まりましたのでトレーニングモードはここまでにして、ここからはチーム内で模擬戦、実戦形式で少し練習していただきたいと思います。はい、まずは釈迦さんと、姫森ルナさんによる対戦を見ていきたいと思います。はい、それでは A チーム、早速1試合目見ていきましょう。実況アクアさんお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ先方は釈迦さんのベジット対姫森さんのベジータという形になっております。まあ練習試合なんでね、お互い試しながらってやる気満々ですね。早速こぼしてかかってる。やめろやめろ、飛んでく飛んでく。さあお互いに距離を取って、これかなり気弾が強力な組み合わせになってるかもしれないですね。そうですね、はい、ベジータかなり多く打てるので、うん、遠距離から牽制した戦い方っていうのはすごいいいですね。さあこれ反撃を決めていく。あ、これソニックスウェイですね。ソニックスウェイ、はい、これはジャストタイミングで見極めを発動することができると発動するんですけれども、なるほど、はい、釈迦さんかなり難しいことをかなりやってきますね。ボロボロだ。さあかなり釈迦さんペースで試合が進んでいますが、釈迦さん、今のところ一言も走ってません。めっちゃ真剣なやつ。姫森さん、ちょっとかわいそうなってきた。このままだとベジータ様が、ベジータ様がやられてしまう。頑張れ、やめてください。やっぱ3キャラいるんで、いや、やめてください。まあ、容赦ない。そんな、これ変身すると体力って増えたりするんですか。いや、体力回復しないキャラクターが多いですね。はいはいはい、なるほど。ただステータスは上がるので、ぜひぜひ変身を決めていただければと思います。おやめください、ベジットがスーパーベジットに進化。おお、さあお返しにベジータも、これはスーパーサイジン1か、うん、2ですかね、はい、2か、稲妻が出てるので、はい、2に進化しました。さあ、気弾の打ち合い、ベジータは気弾が非常に強力。気弾でも結構ゲージ使いますね。そうですね、そうですね、相手のスパーキングを切らすために今使って、まあ、それもそれで一つの戦い方ですね。さあ、悲鳴も飛び交います。ベジータ様を見つめないで、おっ、やばいになるか。おっと、これはちょっと間に合わなかったですね。かった、返したけど先にやった方が勝つんだ。はいはいはい、クーラーになった。ほんのね、少しのタイミング勝負でしたね。はい、どこに、さあ、クーラーが出てきて、さあ、キャラを見失っているか。これを見つけた。やめて、やめて、避難強い。避難、痛すぎでしょ、これ減る、なん減りすぎじゃない。スーパーベジット、タイミングスの R1 ボタンもいいっすね。被弾には R1 でガードです。 R1 でガードです。そうですね、避けられないんですか。避けるのはもちろん大丈夫です。避けるのはガードした方がスキル溜まるらしい。あ、ほんと、あ、じゃあガードガードの練習とかもね。でもさ、ゲージ内で今被弾打ってるから今泳いでみたいになってる。あ、そう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 、ガード、あ、そう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 、これでガードすればダメージ食らわないんで、これで最終形態いけますよ。今変身可能です。落ち着いた、うまい、うまいうまいうまい。さあクーラー、これでフルパワーに変身。さあ始めよう。クシャがいいね、これいいね、かっこいいのよこれが。受けて、あ、やめてやめてください。さあこれは、あ、これはちょっと軸がずれてましたね。大チャンス大チャンス。結構相手に毎回必殺技当てるのも難しそうですね。そうですね、やっぱり何もダメージ与えていない状況だとかわされやすいので、うん、チャンスをいかに作るかですね。うまい、打てるぞ。姫森さんいいよ。あ、ガードガード。さあ釈迦さんのチームはね、一人一人は協力でも人数は2人しかいないんで、一、うん、人でも落とせればチャンスです。実はクーラーとかですね、あの気弾が通常気弾が結構早い気弾になっていたりするので、なるほど、なかなかガードしづらい攻撃になるんです、はいはいはい、今の遠距離もなかなかいい牽制技にはなっているかなと。さあ距離を取れない、本当だ、気弾が速い、いいですね。でも減る、減るすぐ。さあ遠距離戦をお互いに仕掛けていくか、威力を貯めて、さあここでベジットがスパーキング状態になったぞ。かなり危険です。危ないよこれ。え、ガードできない。これは投げですね。今のは投げですね。はい。投げどうやんすか。さあ釈迦さん投げも使いこなす。投げ、投げは R1 と四角ですかね。オッケー。クーラーも投げを返しましたね。四角。さあお互いに投げを使い始めます。背後からの攻撃。やめてやめて。さあこれ。え？どうなる？ベースビーム早かったですね。
う発生がちスピードがこれあれか先アコビカにしてもまあダメっぽいですね。基本は先に出したのが勝ちっぽいですね、うん、なるほどね。ただ距離があるとお互いぶつかり合いの少しあの総裁するみたいな、はい、ちょっとイベントがあるんですけれども、これ何今はちょっと先に出せたのでこれは別に、ね、終わりにしようぜでバフ効果ですかね。そうですね、かなりステータス上がっている状況です。今攻め時ですね、上がっているしなおスパーキング状態であれそこちょっとあの手すりに引っかかってます。さあフィールドもね地形効果も使いつつフィールドなんかいいなさあこうやって隠れそうだ。技によっては障害物を突き破ることもできるのでうまいな。いろいろとこんな古速なクールは見たことないよ。大丈夫これファイナル大丈夫これはしっかり防ぎましたね。カーブしている、やばい、やられちゃった。いやでもこれ、残りのタピオン、ほぼほぼじゃない。ベジットの体力が残りわずかです。あのぼんやり光ってる方に向かっていただけると相手がいますね。相手を見失っている。危ないよ。捉えましたね。どうなんだ、やばい、避けづらい。倒したんじゃない、倒したマジか。これでさあこれで残すは5点クスまだいますよ。1対1です。やった体力バーが2つぐらい差ありますね。まあコストがね、はい、4と7ですか。はい、そうですね、うん、やっぱりコスト高い方が強いのか。基本的にはそうですが、はい、さあここは腕の見せ所にもなるか。さあ距離を取って、で気弾で近づく。やはり気弾打ちながら近づくっていうのは結構強気なんですかね。そうですね、ガードを強いられるので、うん、かなり有効な攻撃だと思います。さあ、お天気が攻撃を決めてボロボロ。さあ、どうするタピオン。なんだこれ、出ますか。さあ、ここで見えた、ブラスト技をお互いに繰り出して、え、なんで、なんで今のは飛び道具だからですかね。そうですね、お互いに連続攻撃技だったので、はい、それがぶつかるような形になってはいましたね。ただ球数の多いゴテンクスが有利を取りました。ボロボロ、ゴテンクスラッシュ、近い追撃も決めて。タピオン、お前じゃダメなのか。ちょっとこれ、タピオンに今、疑惑が4溜まってる。でも4ここで R2 を押して R2 で上、ね、上とか。そうですね、勇者の笛、これは、はい、これは勇者の笛はちょっと特殊な効果なので、ちょっと今あんまり活躍ができなかったんですけれども、はい、ちょっともう一つの、なるほど。そうですね、残像源とか使っていただくと相手の攻撃を強制的に回避することができたりするので、まあ、そういったものを使って接近戦を仕掛けていくのが良いかなと。突進当てるのむずそうだな。そうですね、なかなか当てづらい攻撃になりますね。その分威力が大きいので。なるほど、はい、シロギースが、わあ、タイムアップだ。あ、さあということで制限時間いっぱい使い切って見事シャカさん勝利でございます。おめでとうございます。え、でも上手だった、うん、シャカさん喋りました。いやもうなんか集中してました。シャカさんめっちゃ夢中だったよ。僕もそうね、楽しみましたね、はい、模擬戦模擬戦。姫森さんどうでしたか。いや全然勝てなくてちょっと手抜いてほしかったです。素直な切実な。まあでも仲間ですからね。はい、仲間なんで頼れるリーダーです、はい、戦わないんで本番は。はい、さあそれではですね、続きまして大貫さんと姫森さん引き続き、こちら模擬戦行っていただきたいと思います、はい、試合目いきましょう。はい、それではチーム A 練習試合2試合目、大貫さんと姫森さんによる対戦を見ていきたいと思います。さあ、それでは2試合目練習試合見ていきましょう。アクアさんお願いします。はい、続いてはベジータ対ハンの先鋒戦になりましたね。はい、はい、まあ、練習試合なのでお互いにいろいろ試しながらやっていきたいところですが、上と四角でした。上と四角です。さあこれパンのカメハメハ。そう、これはお互いに攻撃を仕掛けて相打ちみたいになりますね。そうですね、総裁の時がありますね、はいはい、タイミングが合体合致するとそのようになりますね、うん、めっちゃ頼まれた。さあベジータが早くもアルティメットブラスト、うん、ビッグアタック、うわー、かっこいい。1万4000ダメージ、うまっ。パンもうスキルストックが4も溜まってますね。
ダメージを食らって人目とか入っていくと溜まることがありますので。なるほどなるほど、はい、うわしかももうしっかりゲージ見てるちゃんと。うわ変身も決めていた。ちゃんとスーパーサリさんうますぎなんだけど。ひめもりルーナのゲージ管理が見すぎ完璧だぞ。やばいやばいやばい。さあパンが早くもあっという間にやられてしまう。パンちゃんがさあベジータ様への愛がキャラをうまく動かすのにつながっているか。さあビーデルは何を狙っていくんですかね。ショットレガーやばい。これガードできるんですよね。めっちゃ曲がった、はい、ガードできます。減りましたね。タイミング力 R1 をスカあれ普通のガードできるんですか。できます。あ、できるんだ。ただ必殺技など結構ヒットポイントが削れてしまうので注意が必要です。さあここで切り返していく。まだベジータは体力は結構かなり残っている。クミめっちゃ臭い。気弾が強いぞベジータ。ベジータといえば気弾。普通に有効性が。さらにうわー、ちょっとこの処理から今ね、建物があったんですけどね、うん、ビルごと行きましたね。回り込んできましたね。もう原作さながら、はい、さあこれ気合ための隙にビーデルがラッシュを切っていく。あ、うわー、弾き返したね。今のバックハッサーという技で食らってる時でも一回形勢を取り戻すことができるキャラ得意の技になります。ちょっと待って、ひめもりさん強すぎ。ちょっとやばいよこれ。ひめもりさんのベジータがかなり火を吹いてますが、しかしまだビルスが残ってます。さあビルスといえば言わずと知れた最強格のキャラクターです。さあこれベジータがやるぞ。ベジータか2になりましたね。2になりましたね、はい、今の感じだと全然1でもね十分。確かにかなり強い人でしたね。さあビルスが反撃。お早っ。今のしっかりダウンを回避しながらの。さあ気弾の段数がえぐ、はい、いがしかししっかりガードしている。さあビルス様近づいて攻撃を狙っていくか。さあまたしても搭載うまいうまいうまい。さあそしてグミ打ちが間違えて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 。なんとかガードを防ぎましたね。さあこれゲージがなくなったので気力を貯めたいところに迫るビルス。マジ、うわあ、避けてる避けてる避けている。おお、あ先にボタンを押したのはベジータ。叩きつけて距離取って、ははははやばい。このままだとベジータだけにやってしまうぞ。ピタンがもうパターン掴んでますよ完全に。ひめもりさんあの新しく入れたひめもりさんうますぎるんだけど、ご飯の練習とかした方がいいんじゃないか。うわーダメだ。やばいやばいやばい。うまい。ベジータコンボ決めてバランのかなり繋がってる。おおおお。さあここでビルスのガードとガードされましたね。あーガードか、あーガードされちゃったんだ、はい、ガードもしてる、うん、見てたらガードができる技とガードができない技もあるんですよね。そうですね、一部ガード不能の技もあります。キダンがキダン弾くこと今スキルストックがいっぱい溜まってるので、スキルストックはお互いだからもう6大チャンスじゃないですかこれ。そうですね、超見極めだったりリベンジカウンターだったりをガンガン使える状態にはなっているので、ぜひ積極的に使っていただければと思います。かどうか、はい、これどうやって使えばいいんだ。 R2 を押して、そうですね、食らってる間に右スティックを押し込むとあの R3 ボタンですね、ついにリベンジカウンターが出たりとかします。まあ、ついにベジータを倒したが、ま、だ2人いますよ。さあこれ出てくるのがクーラー。さあまずはキャラを見失っているが、ここで見つけたか。さあゲージを貯めています。しっかりと貯めてますね。ゲージを貯めて、さあ近距離戦は一旦ビルスが競り勝つ。あ、やばい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 。さすが攻撃まで決めていく。次ですね、素晴らしいです。さらにあっと、しかし反撃を決める。うまいガード。今のが上と四角ボタンでのカウンターですね。はいはい。さあクーラがここでやばい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 出たー。さあこれでパワーアップからのこの距離はこのビルス入りましたね。さあブラスト技が当たって力の差が分かったか。すげえ、いいダメージ、1万1000ダメージ。これ気づいたらでも S 体力が逆転してますね。あ、でもさあこれさらに逆転か。さあクーラの気弾が早い。ここでビル避けられない。イメモリさんめっちゃうまいんだけど。これ絶対イメモリさん勝てるでしょ。さあかなり仕上がってきたかヒメモリルーナー。
相当強いな。はい、ということでこちら大貫さんと姫森さんの組み合わせは姫森さん勝利でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。釈迦さんとの試合でこんな強くなるゲームセンスありすぎでしょうよ。いやちょっと姫森さん、サイヤ人の素質ありますね。ありますね。戦闘民族になります。戦闘民族にエリータあそこまで使えたらね、ご飯もいい感じに使えそう。確かに、うん、だいぶシステムをうまくね、うん、使って、うん、今めちゃくちゃうまい、ね、コンボもうまいし。そうですね、キャラクターの特徴をすごい生かして、忌憚を得意なキャラクターは忌憚重視で戦っていただいたりとかしたので、すごいいい戦い方だったなと思いますね。いや、センスが光っておりました、はい、さあ、そしてこの後なんですけれども、A チーム最後の組み合わせですね、こちら釈迦さんと大貫さんの組み合わせの練習試合見ていきたいと思います。はい、はい、さあそれではチーム A、こちら最終試合です。3組目、釈迦さん対大貫さんの試合見ていきましょう。実況赤さんお願いします。はい、では今回の先鋒戦はなんとベジット対パンという。ベジット対パンってすごくない？パンちゃん頑張れ。さあいきなり仕掛けていくが、おここ返していく。なんだこれ、これはこれはスピードインパクトといって、これは仕掛けを連打していただければと。連打、はい、頼むベジット。さあ、被弾からゲージため。さあ、相手の接近を許さないのはベジット。しっかりとバニッシュマサルトで近くに来た敵を弾いてますね。ですね。威力ためで相手に攻めさせといて、そこを狩ると。さあ、釈迦さんかなり動きがしっかりしてきています。さあ、背後もしっかり返しましたね。ガードできない。やばい。さあ、背後やばいんだけど。打ち上げてゲージを貯める。さあ、お互いにここはゲージ貯めで様子見。さあ、ビーデルが。なんだ、技を打ち上げられた。なんだこれ、かなりリーチありましたね。うわ、ギルきた。うわさあ、いいダメージ、8000ダメージ。さあ、気弾で気合痛めを防止しつつ、ハメハメハ。これ大丈夫でしょ。ハメハメハ出ているが大丈夫でしょ。どうなる、変身。危ない、2ちょっとそれてますね。若干軌道がずれていたか。どういった方法でした。パンちゃん、カメアメやちゃんと。あ、さあこれは投げ。あ、追撃もしっかりと、追撃もしっかり決めて。強すぎる、さすがの火力ですね。まあでも2人なんで向こうは。そうですね、うん、さすがにキャラさ、ね、コスト差があるんである程度はしょうがないという戦闘戦でしたが、さあお互いスパーク状態でいきなりファイナルカメハメア。しっかりガードしましたね。ガードしました。ナイスガード、はい、そして返す弾がかわされる。もうちょっと近距離で打たないと当たりにくいですかね。そうですね、はい、ダメージを与えて隙を作るのが必要ですね。これ日森さんどうすればいい、これ大貫さん。やべ、当たっちゃった。さあ日森さん、アドバイスしてあげて。気を貯めることです。気を貯めることです、ありがとう。大貫さん、気を貯めることができる。ベジットの猛攻が、まあ、スパーキングモードなのでかなり危険です。被弾も打ち放題なんで、ノーマルビーデルがベジットの中で。あ、やばい、これは危ない。うわあ、ヒットすげえ。あれガードできないですか。そうですね、今はガードできるんですけれども、ちょっと今投げを発動している最中だったので少し隙があるように見えましたね。はい、硬直の間でした。うわー、ヒットモードで2万ダメージ。アルティメットブラスターので。さあ、これはコストはかなり近しい強キャラの対決になっていますが。そうですね、ビルスの方が少し上な状況ですね。釈迦さん、しっかり、おっと、ここでブラスト技。うわ、演出が綺麗ですね、これ。派手にエフェクトも散らさせていただきますね、はい、さあ、お互いにラッシュ格闘だが、競り勝っているのはベジット。終わりにしようぜ。けどガード固め合った時にバニッシュマサルトが相手を崩すっていうのが、あの、かなりうまいですね。釈迦さんはかなり戦法が自分の中で確立されているような印象がありますね。結構気力も使うので、その辺の管理もやっぱ含めて、はい、すごい上手い戦い方をされていると思います。うん、もう少し時間が空いたらすぐ気力ダメをして。そうですね、で相手の攻めに合わせてかなりいなしてる感じですね。さあ、ビルスの体力も減ってきたが、さあベジットの体力ももうわずか。さあ、なんとか抜きさん一人倒したい。コンボ決めて、うわやべえ。さあ、被弾を食らってしまう。大貫さん、釈迦さん、しゃべらせて頑張れ。ひねり出した言葉、頑張れ。さあ、これはやばい、さすがに倒せばセーフですね。さすがにでもこれ、距離が確かね、はい、横倒してんだけど、
さあこれで、ね、はい、カウンターでまずはベジットを倒して出てくるのはしかしゴテンクススーパーサイズ3。こっちの方が俺自信あるんですよ。ここもまた強力なキャラクターです。本命来た。さあお互いに距離が近づく。大貫さんかなり動きいいんじゃないですか。ですね、ビルスになってかなり良くなってきましたが、さあまずコンボを決めたのはゴテンクス。長いぞコンボが。痛い。しっかりしますねコンボが。さあビルスは距離が近づいてまたしてもゴテンクス。あれさあ打ち上げ叩きつけ、ね、追撃、さらに追撃が当たる瞬間にミサイルが、これが惜しい、タイミングが少し出たか、今ガードボタンでしっかりと今回避できましたね、うん、やばい、ビルス様もう体力ない、さあビルス様、うん、なんだこれは何がこれ、真上に避けられていたところなので、気が悪かったか、気断で終わらせる、さあ気断無理か、もう気断で無慈悲に、ほらさあガードしている、いいよ反撃決めて、あーしかし、来た、これはすごいフィニッシュですね。でもリーダー頼もしすぎる、これ確かにこれは数の子に勝つでしょう。まあ、これはチームメイトなんではい、はい、仲間でよかったということで、これで A チーム3試合目釈迦さん対大貫さんの組み合わせは釈迦さんの勝利でございます。おめでとうございます。さすがリーダー、さすがリーダーだわ。はい、ということでチーム練習以上で終了でございます。それぞれ2回ずつ対戦していただきましたが、まず釈迦さん、はい、どうでした。まあでも自分が選んだキャラは、まあ、手応えすごく良かったので、はい、本番もこのまま今使ったキャラのまんまでいったら、まあうまい感じになるんじゃないかなと、いい感じになる。今日負けなしじゃないかっていう感じですかね。まあ負けないでしょうね。頼りになりますね。リーダー頼りになるわ。リーダー自信バッチリでございます。そして大貫さん、はい、いかがでしょう。リーデルのパンは好きなんですよ。あとこの入り方なんですけど、はい、ちょっと不安ですよ ね、 そうですね。いやビルスいい感じでしたね。まあそうですね、さすがにね、うん、中だったんで、はい、本番までちょっとじっくり考えてみて。そうですね、はい、まだ少し時間あるんで、はいはい、楽しみたいと思います。よろしくお願いします、はい、そして姫森さんいかがでしたか。はい、ルナも最初はタピを入れてたんですけど、やっぱりご飯ちゃん入れても最強のメンバーで挑みたいと思います。おなるほど、はい、おマウチやっぱりこれマウチめっちゃうまいからね、うんうん、さあそれではですね、この後なんですけれども、カズノコさん率いる対戦相手 B チーム、はい、こちらとの戦いを控えておりますので、はい、3人のですね順番を決めていただきたいんですね、はい、で今回レギュレーションとしては3本先に勝った方が勝利なんですけど、うん、ただまあ 3-0 で勝てばまあその時点で終わりなんですけど、まあ、先方中堅対象だと 3-0 にならない可能性が高いじゃないですか、うん、でそうなった時には最大5試合目まであるんです。なるほど。で4試合目と5試合目はその場で決めていただいて構いません、誰が出るか。あなるほど、はい、ただ 1-2-3 の先方中堅対象だけは今決めていただきたい、うん、どうします。まあ、でも個人的にはいや姫森さんめっちゃ強かったんで、うん、まず勢いつけてほしい。そう、先方戦で勢いつけてほしい、はい、勢いつけてほしい、はい、なるほどね、行きます行きます。いいですか。でビビらしてほしいさ、うん、そしたら俺のビーデルであっちもびっくりするでやっぱねリーダーにはやっぱ大切、まあさすがのね、なるほど、はい、で負けなしでリーダーのやっぱ釈迦チームですから、うん、なるほど、チーム釈迦絶対勝ちたいと思います、はい、じゃあ1戦目先方は、姫森さん、はいはい、そして2戦目中堅として大貫さん、はい、そう支えてもらって、はい、そして3戦目対象として釈迦さん登場、はい、4戦目と5戦目突入した時点で、まあ、どなたが出るかというところを判断していただいて構いませんので、はい、それはその場で決めてください。ただ、はい、同じ方が4戦目と5戦目を戦うということはできませんので、はい、まあ、釈迦さんがね4戦目5戦目って、うん、ああ釈迦さん3回はなしってことですね。なし、それなしです、はいはい、になりますのでそちらだけご注意いただければと思います、はい、ます。さあということで A チームの練習の模様をお届けしてまいりましたが、明日9月22日はカズノコさん、そしてアリケンさん、宇佐田ペコラさんによる B チームの練習の模様を配信いたします。 B チームの皆さんは果たしてどのキャラクターを選ぶのか、そして B チームはどんなプレーが飛び出すのかも楽しみにしていてください。そしてドラゴンボールスパーキングゼロからのお知らせです。9月28日29日には幕張メッセで開催される東京ゲームショー、バンダイナムコエンターテインメントブースにてドラゴンボールスパーキングゼロを出展いたします。孫悟空身勝手の極意の大型バルーンの展示や私有台も出展、そして私有いただいた方にはノベルティも配布いたします。発売よりも一足先にプレイしてみたいという方はぜひ会場にお越しください。
また東京ゲームショー出展を記念した SNS キャンペーンも開催中です。ドラゴンボール家庭用公式 X のフォローとハッシュタグ TGS2024 ハッシュタグドラゴンボールスパーキングゼロをつけて皆様の感想を投稿してください。皆様のご参加をお待ちしております。詳細はドラゴンボールスパーキングゼロ公式サイトおよび公式 X よりご確認ください。さらに TGS の会場では今回の番組に出演いただいた皆様が作成されたカスタムバトルのシチュエーションに挑める試遊台も出展しております。会場にお越しいただきぜひチャレンジしてみてください。それでは最後に B チームとの対戦に向けた意気込みをそれぞれ3人に伺っていきたいと思います。まずは姫森さん、意気込みをお願いします。はい、先ほどねお二人からもいただいたように勢いつけるために最初の初戦は絶対勝っていきたいと思います。頑張ります、はい、頑張ってください。気合バッチリですね。はい、そして中堅小野木さん、はい、いかがでしょうか。チームメイト強すぎたんでもう負けるビジョン浮かばないんで僕応援に徹したいと思います応援団長、応援は世界一なんだバッチリ声を出してね、応援世界一って、はい、なんでよろしくお願いします。盛り上げてください、はい、よろしくお願いします。そして釈迦さん、はい、まあ、ちょっと相手の大将誰が来るか分かんないんですけど、うん、まあ、ちょっと経験から言っても、まあ、数の子さんがね、来るんじゃないかって個人的には読んでるんで、ちょまた彼を倒したいと思います前回はね数の子に対して勝利してると、まあ、ちょっと余裕で余裕ですごいな、あの数の子に余裕で勝てるすごいな、今回はいない。いや、ちょっと数の子にもねちょっと前回の釈迦さんとの戦いを、はい、後で聞いておいてください。煽っといてください。ありがとうございます。さあ、そしてね、A チームの練習をご覧になりましたけれども、はい、赤さん、どうでした？はい、そうですね、まあ、かなり釈迦さんの動きが結構洗練されていたなっていうのはすごいあるんで、まあ、そこに対して、まあ、向こうの大将、まあ、数の子どうか分かんないですけど向こうの大将との試合はかなり見ものだなと思いましたし、まあ、あとは姫森さんと、まあ、抜きさんのチームも、まあ、すごい自分の好きなキャラで組んでるような個性あるチームでもあるので、その辺の試合もすごく楽しみにしています。はい、はい、楽しみですね。はい、はい、さあ、そして最後に古谷さんから A チームの練習を終えての感想も伺いたいと思います。はい、そうですね、今回その見させていただいてすごい勝利に余念がないというか、素晴らしい戦いぶりだったなというふうに思っています。チーム編成もやはりバランスもすごいいい選び方というかされているようにも見えますし、そのキャラクターの特徴を生かした戦い方もすごいされていたので、やっぱりそういったところからもすごいいい戦いされるんじゃないかなと楽しみにしております。はい、見逃せません。こちら両チームによる対決にご期待ください。